はい、皆さんこんにちは。鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日はちょっとこちらを使って、鉄道模型のジオラマに活用できないかどうか検証してみたいと思います。これはね、下塗り剤っていうのかな、ジェッソという商品です。下塗り剤ってどういうことかっていうと、何かのね、物に色を塗るときにこのジェッソを先に塗ってから塗装すると発色が良くなったり、塗装が剥げにくくなったり、ツヤが出たり、塗料のノリが良くなるとかね、そういった効果のあるものだそうです。で、なんでこれちょっと使おうかと思ったかっていうと、これなんかね、コスプレをよくやる人が使うみたいで、こういった、スタイロフォーム、こういうので、例えばコスプレイヤーの人たちは、自分のこれ好きな形に整えて、でジェッソを塗って色を塗ると、なんていうんですか、自分の好きなコスプレの道具をこういうので作っちゃうというのをインターネットの記事で見まして、でこれ塗るとちょっと丈夫くもなるみたいなんです。で、こうスチレンボードとか、こういわゆるこういった素材は鉄道模型のジオラマにもよく使いますので、実際これにジェッソを塗ってみて、どれくらいの効果があるのか、今日はちょっと試しにやってみたいと思います。はい、ということでまずは、ジェッソを塗っていきたいと思います。で、今回は実際このジェッソを塗ったとこと、そうでないところの、色の乗り方の具合がどれくらい違うかっていうのを検証するために、ちょっと塗ったとこと塗ってないところね、境目をつけたいと思います。ですので、マスキングテープを貼ってちょっと境目をはっきり分かるように、一度まずマスキングテープで境目を作りたいと思います。はい、今日は試し塗りなんで、この部分にだけ、ジェッソを塗ってみたいと思います。はい、で使い方はこのまま原液で塗るか、もしくは、2割程度水を入れて、薄めて塗ってもいいそうです。僕は、直接塗ってみたいと思います。中身はこんな感じです。ちょっと色が飛んじゃってるな。白色のね、クリームみたいな感じです。では塗っていきます。塗った感じはね、塗るというよりかはのせるって感じになると思います。表面が結構デコボコしているので、乗せるといったような感じ で、どうも一度に厚塗りをしないで、薄く何度も重ねた方がいいということだそうです。はい、とりあえずってみました。一度乾かして、もう 2,3 回重ね塗りをしてみたいと思います。はい、とりあえず、今2回塗って乾かしてみました。ではマスキングテープを外して、これにアクリル絵の具を塗って、どんな風に塗れるか試してみたいと思います。使うアクリル絵の具はダイソーで買ってきました。こちらで試してみたいと思います。
はい、まあ簡単に塗ってみました、まあ、本来はジェッソっていうのはもうちょっとこのそもそものこの下地をきれいに整えて、で、下地を塗った後にヤスリかなんかでこう磨いてね、平らにしてきれいにしてから、まあ、色を塗るともっときれいに塗れると思うんですが、ちょっと今日はそういうのサボりまして、直接ジェッソを塗って、そのまま今塗料を塗ってみました。若干このスタイロフォームのこのザラザラな面とツルツルの面で、まあ、こんなような違いがありますが、どうでしょうか。まあ、下地が白になった分、こっちはちょっとね、下地が透けて見えてます。こちらは緑がちょっと混ざったような深い色になってますね。まあ、塗りやすいのは確かに、下地を塗った方が圧倒的に、塗れますが、綺麗に塗れますが、色の発色に関してはパッと見はまあわからないかなと。まあ、こう綺麗に平らにしたところはね、はっきりやっぱりでも出ますね。ザラザラの方はあんまり変わらないような気がします。僕どっちかっていうと期待してたのは、色よりもジェッソを塗ったところがなんていうのかな、丈夫くなるかっていうのをね、ちょっと気にしてたんです。ただまあちょっと形が長方形のままなんで、本当に丈夫いのかどうかっていうのはちょっと分かりにくかったかなと思うんですが、でもこれ塗ってないところに比べるとこういうところの方がなんかカチッとしたような感じがしますので、まあちょっとこの特徴をうまいこと利用して、何か鉄道模型にのジオラマに鉄道模型のジオラマに活用できる方法はないかなというのをちょっと考えたいと思います。今日はこちら、下塗り剤ジェッソを使ってスタイロフォームに色を塗る下地の処理をしてみました。参考になりましたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホ、タブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あと、Twitter のフォローもお願いいたします。